中には付属品としてセーラー服と水着、フィギュア本体、頭部と表情パーツ、手足のパーツが入っています。セーラー服を着せる場合、まず下着をフィギュア本体に履かせていきます。次にズボンを履かせていきます。裏側のマジックテープを剥がし、フィギュア本体に履かせていきます。最後に裏側のマジックテープを合わせて留めます。セーラー服の上の部分には前にマジックテープがあります。フィギュア本体の腕に通しながら着せていきます。リボンのパーツはゴムになっているので、首の後ろから通し、セーラー服の襟を折ります。最後に形を整えていきます。頭部パーツの穴が開いている部分を首に合わせて押し込みます。フィギュア本体の足の裏にはマグネットがついており、付属の台座を利用すれば立たせることができます。付属する靴のパーツをつける場合は、両方の足のパーツを取り外し、靴のパーツの穴に本体の足部分を差し込んでいきます。表情パーツを変える場合、まず頭部を左右に取り外し、内側の表情パーツを取り外します。取り付けたい表情パーツを差し込み、頭部を取り付ければ完了です。パーツを取り替えることで様々な表現が可能です。同じシリーズとして七瀬はるか、橘真琴もありますので、そちらもぜひチェックしてみてください。